皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、7月の17日、19時24分です。順序で言いますと、先にお金がなかったら河川水門開式玉発電は成功できないと言っても過言ではありません。今までの件とかいろいろありましたから、国の方で特許申請料とか、面倒見てもらえる可能性も、裁判の中でもしかしたら出てくる可能性もあります。だけども、基本的にお金がなければ、まず水門を設置して、結果を出さなかったら、株で今しニーサがあるにせよ、投資しやすい環境にあったとしても、お金が集まらないんですよ。結果が出なかったら。その費用対効果はどうなんですかと。ちゃんと純利益出るんですかと。そういう話になってくるんですよ。だから先にお金という形でもありますし、安倍総理の時に、一回、2016年ぐらいだったと思うんですけども、ずっと日本の借金増えていってたのが減ったはずなんですよ。2016年。で基本的にそれは巨大な訴訟とかで、差し押さえたりしなかったらありえない現象なんですよ。基本的に、もうどう考えてもそうなんですよ。税収だけでしたら、毎年使ってる国費の、大体、少し前の、為替相場1ドル105円や110円の間を行ったり来たりしてた頃でしたら、大体それぐらいの頃でしたら、半分ぐらいだったんですよ。それを今は円安で、税収が70何兆円ぐらい昨年あったかどうかというところだったと思うんですが、だからもしかしたら今までそのスポーツの勝ち負け云々の話とかで自民党さんとかが動いて差し押さえてくれたのか、それとも良くない業界とかによってよるものなのか、ちょっと僕もよくわからないんですよ。で、映画業界に関しても、僕関係で、君の名とかもそうだし、ガンダム関係とかもそうですし、この辺は金一封とか何かいろいろ、脚本家みたいな形で出してもらえるほどの話の大枠なのかは、その各作品にもよると思うんですよ。ただ、マーケティング力に関しては、これは淡井圭介の名前を出した方が、多分効果あると思います。で一時期その僕の名前を自由に皆さんが言ってた時期がありまして、よかれ悪かれ。だけどそれによって、マーケティング力っていうのはお互いに相乗効果とかコラボ、僕じゃなくて、いろんな業界同士ですよ。音楽業界、アニメ業界、映画業界、ゲーム業界、スポーツ業界、これは相乗効果があったと思うんですよ。順序で言うと、先にお金であって、あとは河川の撮影とか、そういう部分になってくるのであって、そういう意味で皆さん、動画、見てくださいということを、お伝えしています。あと、見るだけの価値が絶対あると思うんですよ。ああいうふうに撮影行かなかったら、で神戸市内に、倒木と枯れてる木と、であと流木と、で、あと河川の底とか、サイドに生えてるいらない木とかの伐採で、神戸市内だけで10万本ほどあるっていうことなんて、分からなかったわけじゃないですか。実際撮影に行かなかったら。あ、これはあるわと。あ、これも、神戸電鉄の唐戸台という駅の近くにある神戸北高校という、兵庫県立の、高校があるんですけども、そこから歩いて、1時間ほど山の中入っていきましたら、それまでの間に1000本ほどあるんですよ。倒木とか、枯れてる木だとか、あと流木だとか。もっと先まで行ったらもっとこれはあるなと。それ一つの道でですよ。あの周りの範囲を、半径1時間、片道歩いて1時間の範囲とかで広げたら、周りの山全部っていうことになったら、もっとすごい数が集まるでしょうし。
なまあ僕の動画で何回も言ってますけども、メタンガス抽出場、まあ、生ゴミの貯蔵庫とあとは燃えるゴミに分別できるわけですから、燃えるゴミも利用して、特に冬場に、薪と一緒に燃やすと。それによって、かまど発電、暖を得る。この両方によって節約プラス、電気が発電できます。節約に関しては今まで、電気を使用していたのが電気を作れる状態になって、その燃焼室の温度がすごく高温になりますから、そこはエアダクトをつけておいて熱は上の方に上がっていきますから、2階以上のフロアに関しては別に風を送らなくても自動でこう空気が流れ込んでいくと。だから部屋は温まっていくと。だから燃焼室、かまど室はものすごい温度になると思いますよ。もう T シャツでも汗だくになる、真冬でも。だからとんでもない温度になると思います。まあ、そういうのを、かっかりんもつけて、小中学校や、これは高校、大学のその運動部のあるところだけじゃなくて、それ専門のかかりんとかをつけて、仕事として行っていただいて、売電で、収入があるわけですから、これは仕事として成り立ちますし、これは、日本中で、小中学校含めて、これは行えると。これは都市部にいると、どうしても分からなくなってしまうんですよ。まあ、都市部のごく一部のところもどうか分からないですけども、その、かまど発電になるのか、それとも、暖を得る止まりになるか分かりませんけども、それはそれで人口密集地帯ですから、燃えるゴミだけ集めても、春から秋だけで、体育館とかいっぱいになるんじゃないですか。な、各家庭でできるだけ置いといてくださいっていう方向と、どうしても収まりきらない人は、学校に持ってきておいてもらってもいいですの、その方向で。あとはゴミ収集車なんか回る必要がなくなってくるんですよ。そこでもガソリンの消費がされてるわけですから。まあまあ、とにもかくにもいろんなことをたくさん言ってます、ニュースについても。まあ、汚い意見を言っています。で、それを世界中の政府上層部の人たちとかも聞いてますし、ここの声とかも伝わってますし、それについて応答されている方は応答されているという部分も、まあ、いろいろと知っていただけたら、この世の中のことを本当によく理解できた人たちが増えますので、まあ、ぜひ僕の動画、そういった意味でも見ていただきたいのと、まあ、あとは、河川の撮影影響、交通費の部分ですね、なんとか動画再生時間が、3000時間なり4000時間突破すれば、それだけたくさん河川の撮影などに行けるようになりますので、もうちょっともうお金がもう限界が出始めてるんですよ。もう口座残り8万円台ほどで、まあ、ちょっとカバンの方も裁判用の書類とかを入れてるカバンなんですけども、もうそれも大事ですから、河川の撮影行くときに一緒に持って行ってるんですけども、それも大きな重荷なんですよ、移動するのに。で、まあその留め具の金属の部分がついに摩耗とかでだんだん細くなっていってまして、でついに、まあ、多分割れたんだと思いますけども、もう一部もなくなっていて、もう止められなくなってしまってるんですね。新しくリュックを買うか、まあ今なんとか現状しのぎで、一応これあんまりしない方がいいと思うんですけど、ファスナーのところ、チャックのところに一応連結させることができるんですよ。それでちょっと、まあ、しのごうかなとは思ってるんですけど、今日もうそれすると多分、ファスナーのところが壊れるでしょうから、どちらにしても新しいカバンを買わなきゃならなかったりだとか。今現状そういうふうな状況で、お金にも困窮してますし、多分、ここの部屋の、この間付け替えた、この電気のスイッチなんですけども、まあ、7000いくらするんですけども、まあ、それも多分自分でお金を出すしかないという形。この間生活保護の事務所の方たちと話をしていると、ここの部屋のことに関して、台所じゃないから、台所は以前こちらが出したけども、ここの部屋の電気のスイッチに関してはちょっと自分で出してほしいっていうようなことを言われたんです。これが世の中の現実で、だから、まあまあ、まあ、ちょっと河川の撮影行くのがかなり困難な状況にはなってきてます。まあ、収入がないがゆえですね。まあ、どこかで働いたらいいじゃないかって思われるかもしれませんけど、まあ、警備員とかね、以前も電話かけたんですよ。だけども、雇ってもらえる、もう他の人に決まりましただとか、そんなに、それほど工事自体ないわけじゃないですか。もう見ていて皆さんわかるわけじゃないですか。そんなに工事ないじゃないですか。
で、まあそうですね、まあいろんな求人の広告とかありますけども、まあ仕事があるかどうかっていうところは、まあもうちょっと時間の経過が来てから、まあ仕事ちょっと働きに行くぐらいなところでしたら、ちょっと行ってみようかなはあります。ちょっと今は来月に備えてという形ですね。まあ、それを超えたら次裁判に備えてという形にもなるんですよ。だからあんまり、ちゃんときちっと一月180時間とかそれ以上働くっていうのは現状ちょっと難しい状態で、まあ、どちらかというと、まあ、そういう状況ですので、まあ、できるだけ皆さん、動画見ていただけると助かります。チャンネル登録と着信通知の設定と、あと身の回りの方に、あ、Y さんの動画見た方がいいよと。見る見ないで自分たちの今後の未来のエネルギーがあるかどうかはこれ決まってくるよと。分かる人は僕の話を全部分かってる人だったらそこまでたどり着けるんですよ。またぼーっとしてる人はあの人に任せといたらいいわだとか、上の方が決めることだとか、そう思ってる人たちは未来を作っていく力なんか何もないんですよ。現状全然見えてないっていうことになるんですよ。まあその辺のところで皆さん、ご協力していただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。長い間ご視聴ありがとうございます。